立ってると、赤い電車に乗ってきましたね。あ、まあもう間違いないですね。さあやってきました。なんかすっげえ遠かった気もするけど、大江駅ですね。あ、間違いない、大江駅ですね。あー、どうから愛知県名古屋市の港区東区かだったっけ、どこに書いてあるかな、書いてないな、ってことですけど、さあやってきましたね。近畿の駅100選に認定されてるんですね。あれ、愛知県なのになんで近畿なんでしょうね。まあ、見るまでは近畿なんですけどね、まあ、まあ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 、愛知もついに近畿に編入されてしまったんですかね。いや、しかしなんか様子がだいぶ違いますね。なんか東名古屋港の方に行くね、ホーム何もないですし、なんか、気がついたらこんな風に、変わってたんですね。そんなわけないわけでございますよ。やっちゃいましたよ。ということでやってきました。ここは何市、福知山市なのかな。京都府ですね。京都府の福知山市からちょっと後で調べておきます。大江駅にやってきましたということでですね、やってしまいましたね、間違えてしまいましたということでございます。ということでね、この動画はですね、万一、これ京都の、大江駅なんでね、万一名古屋のね大江駅に筑光線をね取りに行こうと思って大江駅に行こうと思ったつもりが間違いでね、京都の大江駅に来てしまった人のために、大江駅から大江駅まで行こうという動画です。いや、やっとここまで来たのに遠かったなということで、この茶番をするためだけに大江駅までやってきたというわけでございますね。もう天の橋立だって行きてえよ。ユラさん特急ユラ号だって乗りてえよ。なんだけど、こんなことをしてたら愛知の応援に間に合わねえんだよ、くそということでね、やっていきたいと思います。まあせっかくなんでね、どうせまだ時間もありますんでね、大江駅をちょっとぶらっと見ていこうと思います。あ、こういう風な感じで駅舎とあれが分かれてんだ。へえ。で、あ、一応簡易エレベーターみたいなのがあるんだね。ですから車椅子の場合はこれを使ってと。あ、こんにちは。あ、どっかに行くのかと思った。で、こっから問題は、今12時42分でしょう。言うて時間、何時間かかってん、5時半かに出て、5時半か、7時間かかってんの。マジか、そんなにかかるのか。ってことは同じ金かかっちゃうんだよね。普通に行こうとするともうすぐに折り返して帰らなかんことある。何しに来たの本当に。いやけどさすがにそういう割りなんでね。あ、ちょうどかかっていいくらい、2時間後くらいにちょうど出るのかとね。もう買っとこうか。東京ここで買えるのが、そう、大江駅は東急停車駅なんですもんね。で、東急はこっちで買っといたらいいかな。なるほど。14時21分だから、あれだったら13時51分まで行くのか。鬼瓦？あ、本当に鬼瓦なんだ。あ、
何鬼瓦で有名な鬼のレリーフのめっちゃ鬼、めっちゃ鬼やね。何市、京都湯田川街道、いいじゃないですか、ちょうどこんな感じで。あ、もう前湯田川が流れてんだ。あ、ちょうど湯田川が流れている。あ、ちょっと湯田川を見に来ましょうか。平丹手東駅、なんか二股って決まるんですね。お前鹿島さん読めちゃったんかと、皆さんに何二股かけとるんやと、いうあれですかね。まあまあいいじゃないですかね、よしということで、何市、福知山市なんですね、よし、じゃあちょっと見ていきましょうか。ここからぐるっとサイクリングロードってなったけど、相当距離あるよなこれ。マイズのレンカカーパークって遠いよな。何キロのコースなこれ。時計回りで、時計回り100キロえぐえぐ、100キロは遠いっしょ、すげえな。あ、でも走る人はそうか、やるかそれぐらい。いたもんな、そうや、大学の友達でも、確かに相手の、そうやね、各務原とか岐阜の方とか結構奥まで往復行ったりとかしとったで。まあやっぱそっか、サイクルでガッツリ走る人は行くのか。あ、せっかくなんで、こっから出て、南側の方に向いてったりみたいなんで、日の向き的に、日の向き的にこっちか、こっちに行ったらいいんやな。ちなみに大江町、もともとあれかな、福知山市にと合併する前は、これ合併前のがちょうどありますね、大江町っていう自治体だったんですね。なるほどね。二股とかこんな感じであってってことですね。なるほどな、はいはいはい。元伊勢内宮とかあるんだ。こう隅田寺の大宮神社、高田神社なんで、お伊勢さんのあれですよね。の分社なのかな。あるのかな。日本の鬼の交流博物、鬼の交流博物館とかね。ここ？こんなのとかあるんだ。あ、でもここも本当に立派ですね。あ、今鬼ブーム来てますしね。あ、これ全国の、これ奈良で、これは群馬。あ、結構違うんだ、鬼が。こっちは淡路。岐阜ね、だいぶ近くなったら。とか、いろいろあるな、四国の鬼が瓦とか。大阪なんすよ、これ。あ、横と、あちこちあんだ。山田さんね。これは高浜なんだ。あ、結構、あ、ちょっとギャップで見にくくなってますけど、結構いろいろあるんですね。これも高浜。あ、三河三州瓦って言いますからね。多分地元の人だったらね、一富士二鷹三州三河、三州瓦っていうね、なんか有名な広告もありますけど。あ、ちなみにあれね、切符は、投資の切符は買えないんですね。京都までの切符は買えないんで、福知山までの切符を買って、福知山からはどうすればいいんかな。一旦それで買って福知山までは出ることができるみたいなんですけど、福知山から先が死活問題ですからね。